皆さんこんにちは。学芸員の展示場ガイドです。私はサイエンスガイドの武田です。本日説明いただく学芸員を紹介します。大阪市立科学館学芸員の江越さんです。江越さんどうぞ。はい、皆さんこんにちは。科学館学芸員の江越と申します。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。では江越さん、本日どういったことをご紹介いただけますか？はい、今日はオーロラ発生装置というものを紹介いたします。オーロラ発生装置ですか？はい、はい、あちらにありますので、ご覧いただきましょう。どうぞ。あ、はい、お願いします。はい、こちらがオーロラ発生装置です。この機械がですか？そうです、はいはい。オーロラっていうのをご覧になったことありますか？いや、実はテレビでしか見たことないです。こちらではですね、はい、そのオーロラの、どんな風に見えるのかというのを再現する機械になっています。ボタンを押してみてもらえますか？あ、はい、それでは押してみます、はい、スタート。あ、光りました。はい、これがですね、あの空に見えるオーロラと同じ原理で光っている装置なんです。あ、そうなんですね、はい、このうっすら光ってる、はい、これがオーロラですか？そうです。でもところでオーロラって一体何ですか？はい、じゃあそれをこちらのパネルで説明しましょう。あ、はい、お願いします。さあ、こちらのパネルをご覧ください。はい、ここに私たちの地球がありまして、はい、そしてこちらに太陽があります、はい、で実は太陽からは目では見えないんですけども、太陽風と呼ばれる風が吹いてます、はい、その風がずっと宇宙空間を伝わって、地球にたどり着きます、はい、でその風が北極と南極の方に集まってきて、空気を光らせるんですね。それが実はオーロラなんです。ということは太陽風があって空気が光ることによってオーロラができるわけですか？そうですね。それを先ほどの装置は再現したというわけなんです。あ、そうだったんですね、はい、勉強になりました、はい。皆さんも、オーロラを、見たことない方も、ここで、皆さん作ることができます。このコーナーは大阪市立科学館4階の太陽の姿で、実験することが体験することができます。皆さんぜひ来てくださいね。さようなら。